お待たせいたしました。準備が整いましたので、次はですね、日東林連の皆様でございます。日東林連にはですね、77歳の高齢者から5歳の幼稚園まで総勢50人のメンバーがおり、毎週土曜日に日東会館で練習をしているということでございます。で、本日は所沢祭りバージョンの演奏になりますので、ゆっくりお聴きくださいということでございます。それでは日東林連の皆様、よろしくお願いいたします。Thank you.
Thank you.
奏が終わりました。日東林連のお三方にお越しいただきました。はい、では名前と年齢教えてください。12歳で牧野太一です。8歳です。中島七海です。12歳です。加藤光です。3人は今日は太鼓とおかめかな、獅子やってます。獅子どうでしたか今日の出来栄えは。途中で疲れたりはしたんですけど、まあ、やれることはやりました。岡部さんは今日はどうでしたか。楽しかったです。どんなところが楽しかったですか。手で踊りを動かすところが楽しいです。今日は太鼓かな、はい、どうでしたか。練習よりすごくよくできました。素晴らしい。じゃあお囃子をしていてどんなところが楽しいですか。まあ、太鼓を叩くところだったりとかです。どんなところ楽しいですか。おかめを踊ったり太鼓を叩いたりするところが楽しいです。どんなところ楽しいですか。獅子を練習している間で上手くなることです。どんな時に上手くなったなって思いますか。動きのパターンとかを覚えた時です。どんなパターンの踊りが好きですか。どんどん上げていく感じのところが好きです。獅子って結構重いと思うんですけどどうですか。大丈夫、疲れたりしない。やっぱり疲れます。疲れてる中今日どうもありがとう。日東林連さっきも太鼓すごかったけれどもやってみたいなって思いますか。はい。ごめんね、言わせた、無理やり言わせた。はい、かっこよかったです。どうだね。かっこよかったです。いつかやってみたいなって思ってます。やりたいけど、まあ緊張すると思います。そうですね。この後、日東林連の人も一緒かな、青年部のお囃子がこの後あるんですけれども、まだ準備ができてないみたいなのでもう少々お待ちください。そうだな、お囃子始めてどれくらいになりますか。何年くらい。まあ、6年くらいです。6年もやってるんだね、すごいね。今どんな練習が一番楽しいですか。踊ったり太鼓を叩く練習です。どれぐらいやってますか。じゃどれぐらい今やってますか。同じで6年ぐらいやってます。6年やっていて最初何から練習しました。最初は踊りとかやってたんですけど、どんどん獅子に変えてって、いや、太鼓はたまにやってますね。まだもうちょっとかかりそうなので、もう少々お待ちください。そうだな、準備が整ったようですので、日東林連からこの後お囃子の青年部に変わります。それでは日東林連の皆さんありがとうございました。